考えたらアルフェンってずっと鎧着てるけど熱くないのか。今感覚あるんだろ。まあ正直言うと不便がないこともない。背中が痒くなった時とかどうかな。それに見た目より軽いと言ってもやっぱり肩だって凝るし。鎧といえばキサラも涼しい顔してるよね。鎧は心で着るものだ。さすが元この衛兵。意味よくわからないけど。もっと深刻な問題だってあるんじゃねえの。まあ、それこそ急に小便したくなった時とかさ。確かにちょっとめんどくさいな。慌てると挟みそうになるし。それやばすぎるだろ。いっそ普段は全部脱いどいた方がいいんじゃねえか。いつ敵が襲ってくるかもわからないからな。命には代えられないさ。用を足してる最中に襲われたらどの道どうしようもなくないか。なリンウェル怒るよ。なあ俺たちってなんだかんだ言ってすげえたくさんズーグル倒してきたよな。まあ100や200じゃ効かないのは確かだな。どこに行っても必ずと言っていいくらい出くわすし。けどそれにしちゃちっとも減らなくないか。まさかどっかに牧場があるとかじゃないよな。レネギスならともかくダナにそうしたものが大々的に作られたという話は聞いたことがない。野生化したのが勝手に増えてるとかそんな感じなのかしら。こっちは組織的に飼っているわけでもないし全滅させるのは難しいだろうな。全滅？あ、それはちょっとかわいそうじゃない？リンネル？だって元はダナやレナの生き物なんでしょ？それが改造されたものだって。そうね、私たちの都合で作り変えられた生き物、それがズグルよ。人間が作り放ち今度は危険だからと駆除する。確かに身勝手な話かもな。ズーグルとも共存できるといいのにね。そうは言っても町を襲ったりすることもあるぜ。野生化したはぐれでなければある程度レナ人が制御はできるのだがな。お互いの暮らす場所を住み分けられたら危険も減るんじゃないかしら。そういう意味では人間もズーグルも大した違いはないのかもな。敵の気配はないな。うん。おお。乾杯。乾杯。消せる茨もないのに。そうだ、アルフェン。シオンは一人なんかじゃない。俺たちがいる。そしてブーケも一つじゃない。これは俺からのブーケだ。諦めるな。一緒にこれからも戦おう、シオン。そうじゃない。塞ぎ込んでしまったのはそういうことじゃないの。それに無茶をするなんて何度言えばわかるの。でもたとえブーケという名の武器であっても。喜んでくれてよかった。俺もお揃いの武器を作ったから一人じゃないぞ。もうアルフェンにはかなわないわね。
なんかいろいろ集まったけどよ。やっぱ静かにしたまえ。声だ。え？チリチリになった異物たちがささやくのだ。共に会いたい、一つになりたいと。へえ、リンウェルも聞こえるのか。聞こえるわけないでしょ。異物には興味あるけど、さすがにそれは。でもお前、時々精霊力がうんだらって誰かと喋ってねえか。私ってデュオハリマと同じなの？並べてみると各々の魅力が際立つな。この流線形にあの幾何学模様、波の感性ではない。完全に世界に入っているな。アルフェンも武器のことになるとこんな感じだよな。えっ、俺もデュオハリマと同じ。あ、なんかみんな静かになっちまったな。シオン、落ち着いた？ごめんなさい、あんなことで取り乱して。気にするな。実は私も人のことは言えなくてな。大人になるって大変だな。前は気づかなかったけど、からぐり屋って信じられないほど熱いな。何を今さらと。失敬、通覚のなかった頃の話だな。ああ、我ながらよくこんなところで働いたり戦ったりしてたもんだ。おまけに顔を全部仮面で覆ってたものね。あの頃はレナの支配のせいで誰もが苦しそうなんだと思っていたけど、この暑さのせいもあったんだろうな。歩いているだけでだんだん頭がぼーっとしてくるよ。おい、それって熱中症じゃないか。水飲んだ方がいいって。この熱気の中での生水はやめた方がいいぞ。湯冷ましを作る環境があればいいんだが。そうだ、私毒のところに水をもらいに行ってくるよ。こういう時は水だけでなく少々塩も取ると良い気がしたが。岩塩が見つかるか探してみましょう。アルフェンは日陰で休んでいろ。シオン、ついててやってくれ。行っちゃったわね。みんな大げさだな。ありがたいけど。こんな時だけど懐かしいわね。ああ、何もかもここから始まったんだよな。ここで私と出会ったこと後悔してない？自分を取り戻し壁を壊すきっかけをくれた。後悔するわけがないさ。あら、いたのね、ロー。